嬉野の奥座敷、旅館、仙灯楼。日本三大美肌の湯として有名な佐賀県嬉野。その温泉街から少し離れた山間にある小さな旅館が、当館、旅館、仙灯楼です。当館は自慢の自家源泉のあるお宿です。水道水を引いておりませんので、お風呂はもちろん、 館内のお水はこの自家源泉で賄っております。じゃらん、楽天トラベルでも高評価をいただいておりますお料理。その美味しさも料理長やスタッフらの技術や心配りはもちろんのこと、やはり自家源泉の効果も大いにあるようです。地の物のや佐賀の美味しいものを 真心込めてご用意させていただいております。おいしいお料理、スタッフの温かなおもてなし、どうぞ、当館でごゆっくりおくつろぎくださいませ。施設案内、先頭楼は2階建てです。緩やかな山の斜面に建てられているので、階段やエレベーターで2階に上がり、窓の外を見ると、 そこは一階になっているという不思議な造りになっています。一階玄関を入ってすぐ左にフロント右にロビーがありますフロントの先にトイレがあります客室は廊下の右手に6部屋あり部屋名は大々の間立花の間くの間 あずさの間、くぬぎの間、まきの間です。廊下の左手に二部屋あり、部屋名は、小白のい培うの間です。廊下の突き当たり右手にエレベーター、左手に階段があります。二階階段から右に、 またはエレベーターから左に廊下を進むと左側に大広間があります。小上がりタイプですので廊下側の段差で履物を脱いで段を上がります。階段から左に廊下を進むと左手にトイレがあります。トイレの先に廊下が続いており右側に大浴場があります。 手前が女性用大浴場、奥が男性用大浴場です。男女それぞれ入り口を入るとすぐに更衣室があります。更衣室内から浴場へ入る入り口から手すりが浴場内につながっており、伝わって入ることができます。浴場の一番奥には露天風呂もあります。 廊下の突き当たりが非常口です。出てすぐは外になっています。